それはどうしてなんですか？汚いからです。ずっとテレビで見ていた泥棒スーツを実際自分が着るとは思わず、ロケとかに行くとちょっと恥ずかしい交通が多いところで走ったりしていたんでそうなんですね。やはりすごく ピチピチなので、なるべく人に見つからないように隠れて、なるべくひっそりとしちゃう感じで、どっからどう見てもだっておかしいじゃないですか、街にいたら。長時間一緒に過ごした共演者の皆さんから何か盗みたいものありますか？大貫さんのダンスの次の日あんな踊れたらずっと踊ってるね。あと栗原くん、はい、ものすごい英語が達者ですからね、あの人ね。もう翌日あんな喋れたらすぐ海外行っちゃいますけど、ね、あとやっぱ瀬戸さんもすごくアクションシーンもたくさんあってね、僕はもうあそこまで動けないですからね、だからそういう体力も欲しいですね。私からはなんかないんですか？どうぞ。そしてエルの一族には人を殺さないという掟があるじゃないですか、うん、皆さん自身にも何か掟ってありますか？私はお仕事の 2,3 日前だったり、そういう前から心の準備をこうずっと台本を待ち歩いたりします、うん、ずっとなんかその作品を胸にして、はい。瀬戸さんありますか？起きて僕は絶対風呂に入る、うん、ちょっと言い方があれですよ。どんなに遅く帰ってきたとしてもそのまま絶対に寝ない。どんなに疲れていても絶対にお風呂に入って寝る。それはどうしてなんですか？汚いからです。